切り抜き上げ始めてからチャンネル登録マジなんか1万人ぐらい増えた。なんか単発のアップデート動画上げてるみたいな感じ、切り抜き動画って。みんなトレンドを追って切り抜き見るから、から鮮度悪くなったら誰も食べないみたいな。俺一番うざいのが、俺おもろいやん、この切り抜き伸びるぞみたいなやつを、他人視点の、わけわからん、その本人じゃない謎のチャンネルに上げられんのクソうぜ。<laughs> なんとか切り抜きチャンネル。<laughs> まあもうこれに関しては本当に。 俺らみたいな YouTube やってる人にしかない悩みだからなあともう一個あるあの動画を上げて再生数が良かった時花火が上がって再生数が悪い時本当になんかもう <laughs> この世の終わりみたいなな,なこの世の終わりみたいな <laughs> お前全然再生取れてないやんみたいな <laughs> お前おわっこやんみたいな表示するのマジやめてほしいこのこの動画は <laughs> お前の視聴者は全然求めてないらしいですねみたいな一言コメント書かれるんよなあれ精神的に来るよねそうあなたが最近あげた動画の1時間のうちの再生回数はこれ今回の動画は何回ですみたいなわかる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 1週間前の何パーセント下がりましたみたいなそうそうそれが60パーとかの時とか何なんこいつってなるよなうるさいあれマジやめてほしい ももううなんかもういつでも花火上げててほしい、嬉しいもん花火上がってると。俺、れそれで言ったら今月あれだよ。5月のやつ、順調です。獲得したチャンネル登録者数はおおむね通常と同じ数でした。一方、公開した動画が少ないため、チャンネル視聴回数は減少しました。<laughs> ちょっっと待って俺も見に行こう。俺も見に行こう。んて書かれてるか。 えー、俺、こ俺今回とか多分全然チャンネル登録者伸びてないから、マジひどいこと書かれてるぞ <laughs> あ。俺、普段の視聴者によるこの動画の視聴時間は通常ほど長くありません。<laughs> 俺も普通や俺順調です。動画のパフォーマンスは通常通りですが、言っちゃおもんないの来た。<laughs> <ー> <laughs> 切り抜き上げ始めてからチャンネル登録マジなんか1万人ぐらい増えた。大丈夫あれけんそれ停滞する。えー うわいやいや停,停滞してる、俺でもマジで YouTube の動画上げてる時数字気にしすぎて人生つまんないからもうい,、うん、いやしかるいや分かる分かる、マジで分かる。俺も動画オンリーの時マジでなんか気にしちゃうよな。ね。ねでもやっぱ普通の動画上げた方が切り抜き動画上げてる時より全然収益いいんよな。確かに。やっぱな、過去の動画再生される。普通、切り抜きは過去の動画再生されない。 なんか単発のアップデート動画上げてるみたいな感じ切り抜き動画ってみんなトレンドを追って切り抜き見るからそ,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 そう切り抜きは鮮度すもんねそう鮮度悪くなったら誰も食べないみたいな配線と一緒確かにな昔の切り抜きとかさんあんまおすすめに回ってこなくない回ってこない回ってこないっていうかもうなんか何百万の切り抜きじゃないと回ってこないそうそう切り抜きも早いもの勝ち みたいなところあるよねある早い者勝ちみたいなとこある俺一番うざいのが例えば自分がなんかやるやんでおっ、はい、これおもろいやんこの切り抜き伸びるぞみたいなやつを他人してんのわけわからんその本人じゃない謎のチャンネルに開けられんのクソうぜ <laughs> <laughs> なんとか切り抜きチャンネル <laughs> 誰お前 <laughs> <laughs> しかも再生されるんですよねそういう方がそうやね早いからな出すのが でも多いっすよね、そういう人、自分で切り抜き管理してない人、いっぱいいるっすもんね、ストリーマーの中。それこそ俺もそうだったしな。へぇ、えー。今年、まだ3か2、3ヶ月前くらいか、に、ちょうど切り抜きルールつけて、それまで全部自由で収益化も全部自由でやっていいっすよって言ってたから。へぇ、えー。まあでも、自分でやったほうがいいよな、結局。自分でやったほうがいい、なんか。 変なあげたら削除してくれって言って削除してもらうのも早いしこれ切り抜いてくれって言ったら切り抜いてくれるしなでも俺今日の配信はおもろかったなみたいなのは言うっすね今日のここ動画にできないかみたいなあーつ言うんや俺も言おうかなうなんかやっぱ全部追って全部追うの難しそうだからそうやねんなもうだから俺ど,どうしようなんかルールつけすぎんのもあれやけど 何時から何時までいやでもなんか一日何時以降は別にみんなあのー、見てないのでいいよみたいなさ何時以降はこっちから指定するからそれ以外のとこ協力してくれないみたいないやむずいわやっぱり向こうも向こうで人間やし生活リズムもあるやろうし <laughs> まあそうっすよねだから、まあ、一番はマジでその気抜く人がいっぱいいるのがよさそう確かに そうね、何人もなんか5人ぐらいでチーム作ってやる方が金がかかるバカみたいに今うちは2人でやってるっすねマジで俺1人やで俺2人っすねもともとフォートナイトの動画をやってた人リーダーみたいにして1人気抜きできる人をやってみたいな感じでチームみたいな感じでやってるっすね まあでも俺もそん,そんな感じだな今俺の切り抜き許可してるの23チャンネルくらいしかないからはいそんくらいやな,なんか2人とか3人の方がやってる方も気が楽そうだしな自分ができなくなった時とかそうなんか俺切り抜きの編集者のディスコードがあるんですけどそれ見るとちゃんとやり取りしてる人もん今日のまる僕が切り抜きますとかお任せていいですかみたいな えら俺んとこ何もしてないもう一人やから一 <laughs> 人なんだボドカさんのあの切り抜きってへだから大変やね確かにボドカさんバラバラだしな配信時間そう俺でもボドカさんの飲酒配信もっと切り抜きになってほしいいや俺もなそういうのはしてほしいなって思う結構なんか俺普通になんか聞いててええってなるそう,うある多いよね,いね飲酒、うん 話題ごとに分けてやってほしいなって思うときあるけど。<う>まあでもなんかそんなずっと配信見るの強制してもな。なんかしょうもないしな。なんか俺結構ドライやからなんか切り抜きは愛がある人がやってほしいとか言うけど。言うやんみんな。俺もっとなんかドライな感じで思ってるから。どうせか金やろって思ってんもん。<laughs> まあ実際最終的に金や。 いや、多分俺がめっちゃ好きなファンで、例えば、月に何十万かもらってるとするやん。うん。それの1.5倍の額が、別に大して好きでもないけど、まあ、配信はたまに見るぐらいの配信者の切り抜きでもらえるんやったら、俺やったらそっち行くもん。だって、すげえでかくない例えば、月、なんぼやろうな、まあ、30万もらってるとしますとするやん。 うん、1.5倍って45万もらえないんで。でかくなる確かに。でかい、でかいはでかいっすね。まあ仕事だもんね、やってること。そう、うん、やってること仕事やし、たぶ同,同じことやるっ,てってることで、そんうそうだけ変わるんだったら、それはそうかもしれない。まあむずいっすよね。むずいよ俺。俺一番は、その切り抜きやってくれる人のモチベをどう維持するかが一番大事な気がする。でもむずいで。 まあ、お金しかないですもんね、持ちろのいじって。いや、でもどう、自分が、あとはもうめちゃくちゃ面白いこと言ったりするしかないもん。自分が面白くなれば、必然的に切り抜きの人たちも伸びるから。確かに、いっぱい見られた方が嬉しいもんな、切り抜きしてる人も。うん